やっほーどうも、マロです。はい、今回はですね、毎日最近、マロ、雑談パーティーを開いてるんですけども、ある日、パーティー開いたら、いきなり、お人形が喋り出したんですよ。そう、それで、なんかお話ができそうだったので、たくさん話しかけてみたら、めちゃくちゃ、たくさん喋ってくれたので、その時の映像をご覧ください。それでは、VTR、どうぞ。待って、お人形ちゃん、急に喋り始めたんだけど。じゃあ、最初、挨拶してみましょうか。人形さん、おはようございます。さあ、返してくれるかな。おはようって言ってくれた。え、生きてる。なんで急に喋ったのか聞いてみましょうか。驚いちゃってる。聞いちゃいけない質問だったみたいですね、これは。聞かない方が良さそうなので、次の質問行きましょう。いや、逮捕しないで。お人形さん悪くないよ。本当だよ、呪われちゃうよ、逮捕なんかしたら。じゃあ、早速質問をしていきたいと思います。ああ、怖い。じゃあ、いつもそこに座ってて暇じゃないのか聞いてみましょう。あ、暇なんですね。暇なん。やめるな。じゃあ次、お人形さん動けないのか聞いてみましょうか。え、壁も喋り出したじゃん。え、何この家呪われてんの。壁も喋り出したよ。いや、うんってハートついてる。この人形さん可愛いとこあるじゃん。この家やばいですね、やっぱり。人形はいつもそのまんまかな。いや、どこが。え、喋んないでしょ、いつも。ここ事故物件じゃね。ああ、なるほど。そうなのかもね。人形さん知ってるかな。あ、事故物件なんだね。どんな事故があったのかな。これ聞いていいのかな。ちょっと聞いてみましょうか。お人形がそこから落ちる事故。え、それどんな事故なの。違うかも。人が事故で亡くなってしまい、その人形に取り付いたとか。なるほど、それは確かにあってそうだね。本当にそうなのかな。お人形さんはなんでこのお人形に取り付いたんだろうね。隣にこけしもいっぱいあるのにね。ああ、なるほど。そう。霊だからね、どこにでも取り付けるのか。マロに取り付いてんの。